ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、カレーが食べたい。カレーいいな。私も食べたいから一緒に作ろうぜ。いやいや、私が食べたいのは家で作るカレーじゃなくてお店のカレーなのよ。なんだそや、じゃあ食べに行くか。どこのカレーが食べたいんだ？ココイチ。久しく行ってないからココイチのカレーが食べたくて仕方ないんだよねー。ココイチか、確かにうまいけどなー。何よその含みは、何かあるの？いや、私もココイチは好きなんだけど、最近客離れしているっていう話でさ。そうなの？ココイチって言ったら手軽に食べられるカレー屋さんの代名詞じゃない。それが客離れになってるってどういうこと？マリサ、気になるから教えてほしいわ。わかった。じゃあ今日は、客離れが止まらないココイチの状況について話していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ココイチこと、カレーハウスココイチ番屋は、全国で展開するカレー屋さんだな。現在の店舗数は1400店以上だぜ。そんなにあるんだ。確かにどの県や町に行っても大体見かけるもんね。一昔前だと、町でよく見るカレー屋と言ったらココイチだったからな。利用したことがある人もかなり多いだろうね。しかし実際は、2020年1月の情報だと、売上高は 100% を超えていたんだけど、客数は 98% と減少。客足に関しては今に始まったわけではなく、実のところ2019年から2020年にかけての11ヶ月のうち、対前年同期比でマイナスとなった月は8ヶ月にも及んでいることが明らかになったんだ。売上はいいのに客足が減ってるって何？簡単に言うと値上げだな。ああ、値上げか。確かに最近はどこのお店でも値上げしているもんね。ココイチは2016年12月以降、地域ごとで徐々に値上げを実施し、2019年3月には国内店舗の約8割で価格を21円引き上げた。これがまず一つ目の客離れのきっかけになったんだよ。全部のカレーの値段が21円も高くなったのか。確かに大きい値上げだわ。この値上げはファンからも強気値上げなんて言われてたからな。そもそもココイチのカレーはベースとなるポークカレーやビーフカレーに、トッピングを乗せて食べるのが主流だろ。私は揚げナスのトッピングが好きだよ。いいな、私はカツだぜ。ココイチのこの注文方法は業界でトッピング積み上げ方式と呼ばれていて、ベースとなる安価なカレーに利益率の高いトッピングを乗せていくことで、カレー単価の増加を狙うという方法だな。確かにノーマルのカレーを頼んでいる人なんてめったにいないもんね。誰かしら何かのトッピングを頼んでるし。だろ？こんな言い方するとファンからクレームが来るかもしれないけど、ココイチのカレー自体、味はかもなく不可もなくという素朴な味だ。そのカレーに自分好みのトッピングを盛ることで、かもなく不可もなくから安定した美味しさに変化する。それにご飯の量や辛さも自在に選べるのも自分好みになるからいいんだよね。そうそう、トッピングはおよそ1億通りとも言われているみたいだしな。1億通り。ただ、そうしたトッピングありきのカレーが値上げするのは相当痛い。カレーが21円値上げし、さらには毎年のペースでトッピングも値上げしている。こうなると自分好みのカレーを食べるだけで、軽く1食1000円を超えてくることになるんだよ。1食1000円か。たまに食べるならいいけど、やっぱり1食1000円は高いって思う庶民の私がいる。まあ実際年に1回や2回しかココイチを食べないという人には、そこまで問題はないかもしれないけど、毎週通っているような常連客からしたら、1食1000円になるのはかなり痛手だろうな。実際にこんな声も上がっているぜ。家族4人で食べに行ってお会計が6000円超えだったんですよね。大盛りにしたりトッピングしたりはしたけど、所詮はカレー。カレーに6000円払うくらいならもう少し出して焼肉を食べに行く方がいいやと、家族全員一致していかなくなりました。6000円。それは高いわ。注文の仕方によるかもだけど、このように家族で行くとかなりの食費になるんだよな。そうなるとコンビニのカレーとかレトルトカレーを選んじゃう人もいるもんね。そうだ。その状況に加えてスパイスカレーというカレーブームも、ココイチの客離れを加速させる要因になっているんだよ。スパイスカレーも私好きだよ。香辛料がしっかり効いてて美味しいんだよねー。わかる。スパイスカレーが流行り出したのは2017年頃だ。東京や大阪、北海道など都市部に、スパイス感を出した日本人向けの創作カレーのカレー専門店が爆発的に増えていき、カレー専門というライバル店がブームによって全国に広がってしまったから余計きつい。ココイチのカレーも安心感があって私は好きなんだけど、
スパイスカレーとかだとそのお店でしか食べられないから、どうしてもスパイスカレーのお店があったらそっちに入っちゃうな。そうだな、多分霊夢のような意見の人は多いだろうぜ。スパイスカレーの専門店では、ココイチよりも味の細やかな商品を注文することが可能だし、ピクルスや副菜などと一緒にワンプレートで提供するお店もある。さらに見た目も華やかだから、若い世代を中心に人気が高いな。そうそう、それに野菜もたくさん入っているし、お米も雑穀米とかだったりするからね。それ、野菜と雑穀米。霊夢いいこと言ったな。え？私重要なキーワードなんて言ったっけ？言ったぞ。スパイスカレーが一躍人気カレーになったのは、本格スパイスを使ったカレーが美味しいからという理由だけではないってことだ。コロッケやカツ、唐揚げやエビフライなど、ココイチのトッピングを見ると、とにかく揚げ物が多い。言われてみたらココイチのトッピングって揚げ物のイメージかも。もちろん揚げ物以外のトッピングも存在しているが、揚げ物に比べたら少ないイメージを持たれやすいのが、マイナスイメージにつながっているんだよな。確かに見た目で野菜を取ってるっていう感覚にはならないけど、でもココイチってルーに野菜が溶けちゃってるから入ってないように見えるだけなんだよね。もちろんそうだ。しかし霊夢の言う通り、見た目で野菜を取っているという印象が持てないからか、どうしても栄養バランスが悪い、野菜感がないという印象になってしまう。さらに近年は若い世代も含め健康志向が高まっていることもあって、カロリーの高い揚げ物を避ける人も多くなってきた。時代ねー。特に女性だとココイチよりもスパイスカレーのお店に足を運ぶのは、使われているお米がヘルシーなのも理由の一つに入るんだ。雑穀米のことね。うん、ココイチは昔から白米一択だけど、スパイスカレーのお店には雑穀米や麦飯、玄米などライスにも気を使っている店が多いからな。なんかこう聞いていると、もしかしてココイチって時代に取り残されてる？かもしれないな。最近だとココイチもスパイスを使ったスパイスカレーや、野菜がふんだんに使われているカレーを期間限定で販売しているけど、もう少し早くトレンドに乗れば少し違ったのかもしれないって私は思うぜ。そうだね。都内とかにある野菜を食べるカレーキャンプも、客層が基本的に若い人とか女性のイメージだよ。だろ。今やカレーのメインはお肉ではなく野菜に移りつつあるんだよな。そうなると、ココイチの強みって何になるんだろう。そうだな。店舗数は大きな強みじゃないかな。田舎町だと都会にあるような野菜カレー専門店や、スパイスカレーがないところだってあるだろ。そうなるとココイチは強いぜ。確かに、味もわかっているしね。ただ昔は強かったかもしれないが、田舎にも店舗数が多いのはココイチだけじゃないんだよな。店舗数が多いもの。もしかして牛丼チェーンかな？ご名答。近年ではココイチで1000円払ってカレーを食べるなら、牛丼チェーンに行ってカレーを食べる方が安くてうまいという人が増えているんだよ。そういや、どこの牛丼屋さんでもカレーは置いてあるもんね。しかもそこそこ美味しいし。だろ。牛丼屋ならではの出汁が効いたカレーや、期間限定のカレーなど牛丼チェーンもかなりカレーに力を入れていることがわかる。ファミレスとかでもカレーフェアとかしていることもあるよね。そうだな。ファミレスやうどんチェーンだってカレーを出しているし、ほとんどが1000円以下で食べられるのも事実だ。それにインド人が経営している本格インドカレーやネパールカレーといった本気のカレー専門店もかなり多くなってきたからな。そうなるとカレーを食べに行こうってなってココイチだけを選ぶという理由にはなりづらいね。そうなんだよ。今まではトッピングをしてもギリ1000円以下で食べられたカレーだが、値上げによって1000円で食べられなくなった以上、安く早くカレーを食べたい人は牛丼チェーンやファミレス、うどんチェーンなどに流れてしまうようになったんだ。景気もあって、やっぱりサクッと食べられて安いお店に行っちゃうのもわかるよ。さらにはコンビニのチルドカレーやレトルトカレーも、昔に比べたらかなり美味しくなってきているからな。極端に言えばお気に入りのレトルトカレーに、お惣菜で買ったカツやコロッケをトッピングして食べれば、ココイチで頼むカレーよりかなり安く済むぜ。めちゃくちゃ極論だわね、確かにそうだけどさ。極論だけど、レトルトカレーだって侮れないんだぞ。家で本格カレーが手軽に食べられるレトルトや冷凍カレーの市場は、500億円規模にまで成長しているんだから。500億円。レトルトカレーを恐るべし。脅威は外食店に限らないってことだね。そうだな。実際の声も少し紹介していくとこんな感じだぞ。正直本場インドカレー屋に行った方が安くて本物で最高。サラダ、ドリンク、何がついて800円とかだし。最近はレトルトの方がココイチより具沢山。
カツ屋、吉野屋、松屋などもカレーを出しているし、カレーといえばココイチという時代ではない。ココイチは1000円超えが当たり前の認識になってきたのが致命的だと思う。など、他にもいろんな意見があったぜ。すごく辛辣な意見だけど、本当にカレーといえばココイチっていう風潮ではなくなってきたのがよくわかるよ。でもそれだけカレーの専門店や、カレーを扱うお店が増えてきてるってすごいね。選択肢が多くなったって実感するわ。だな。今じゃカレーは本格派か手軽派かの二極化しているところがある。ココイチの客足が再び戻るには、どちらかに寄せないと厳しいかもしれないな。それでもココイチファンがいることは確かだから、今みたいに定期的にでもスパイスカレーだったり、変わり種のカレーを提供していくと集客率は上がるかもしれないわね。ああ、今後のココイチに期待だぜ。なかなかに興味深い話だったよ。しっかり聞いてくれて何よりだぜ。カレー一つでもかなりいろんなお店があるし、今じゃラーメン屋と同じくらいカレー屋があるからな。そうだね、意識したことなかったけど、今思えば本当にカレー屋さんが増えた気がするよ。っていうかマリサ、こんな話してたら本当にカレーが食べたくなってきたじゃないの。奇遇だな、私もさっきから口が完全にカレーになってきてるぜ。じゃあ行きましょうか、ココイチに。おう、私はカツカレーを頼むぜ。それじゃあ今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。